武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山口大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間が90分で大問が4題出題されており、回答に関しては記述で、答えのみを書く、ものが、中心で、一部計算式、を、書く欄が出されている問題が出てきますが、まあ、問題数としてはそこまで多くはないです。で、問題の難易度に関しては基礎から標準的な問題、が中心なので、まあ、センターの物理を、取れているレベルであれば、それをちゃんと記述で答えられるように、しておけば、まあ、大半の問題は対応できるかなと。ただ、まあ、大問を完答しようと思うと、やはりマーチレベルまでやっておいた方がいいかなという形になりますので、大半は日大レベルの問題でも解けなくはない、まあ、学校で配られている、まあ、セミナーなどの問題集、リードライトノートなどの問題集、物理のエッセンスなどでも答えられなくはないですが、一部の問題は、まあ、両問の風までやっておいた方がいい程度の難易度になります。で、まあ、時間に対しての設問は、まあ、オール記述というか、オール論述形式ではないので、そこまで時間に、追われるという形には、なりませんが、計算など、若干複雑なものがあり、まあ、その途中過程も、書かなければいけないという、面を踏まえると、やはりそのしっかりですね、時間内に回答してミスをしない、という能力が、非常に要求されているという形になりますので、ここのやり込みをですね、しっかりやるように心がけてください。以上が物理の勉強となります。